今回はあの1万円で、ゆきじさん1万円でどんだけのものが買えるかっていう、なんとデザートまで、はい、今日あの1万円分でお買い物してきました。ということでざっとここに並んでおりますが、私の大好きなあの駒川商店街にも行ってきました。でその前には実はあの室谷っていうところのお稲荷さんがめちゃくちゃ美味しくて、でもその種類がめちゃくちゃあるっていうので、もうそれが私もう絶対今日はこうたろう思ってこうてきました。でまずこの稲荷寿司だけでやで、稲荷寿司だけで4,914円、これ稲荷やろ。で今度ひさやさんっていうところ、駒川商店街で美味しい焼き鳥屋さんで、これが何ぼや、3,013円やろ。んでこれ、このサザエが756円、ほんで漬物が何ぼや、680円かな。漬物、古漬け、白菜ときゅうりと、なすび、あの私きゅうり全然苦手やねんけど、ここの古漬けのきゅうりは食べれんねん、なんでやろみたいな。んでからあとコロッケ、チーズと普通のやつ、これって何倍やったっけ、595円で、ざっと残ったお金がなんとデザートもあんねんで、買うてんで、見て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 、はい、18円ってな感じでございまして、いやー1万円でこんなに買えねんな、デザートまで買えねんって。ほなみんなで実食、お腹空いた、いただきまーす。何からいきますか、何からいこう、いやべ寿司やなこの牛肉寿司。これ、あ、これな、ポン酢があった、はい、あ、うん、これをなんか、うん、タレ、ちょっと待って、最近つけた、あ、ありがとうございます、はい、できます、こんな感じ、おお、美味しそう、ね、お腹すいたな食べてください、うん、うん、どうですか、うん、美味しいですか、うん、この子は間違いないな、お、うん、いただきます、うん、美味しいとしか言えない、うん、お肉は普通に間違いないな、うん、やっぱり、うん、美味しいな、うん、ね、一回食べたかったん、なんか楽屋で、うん、いただきました時になんかこんなぐらいのパックで、うん、最初たこ焼きかなんかかなと思ってまあ家で食べたらいいやと思って黒しげに包んでたからで、めっちゃ高級なたこ焼きやと思ってて、で家帰ってきてもたこ焼きチンして食べようと思って開けたらお稲荷さんやってでもそれがすごいあれって、あのめっちゃ食べやすい、こんなほら小さいハーブ、ちっちゃいの分かる、こんなこんなにちっちゃいんだけど、うん、一口稲荷って言ってなんかすごい美味しかった、で今日みんなにどうぞ食べてみて、これがもうそもそも多分ほんまノーマルな感じ、なんかわさび入ってんねこれ、あ、こっちかな、わさびは梅入りの方かな、どっちか分からへん、まあいいやなんかちょうどいい、うん、うん、美味しい、美味しいやろ、なんかバランスがめちゃくちゃ美味しいね、あの小揚げさんと、うん、ご飯とな、うん、でこれな普通の味やん、うん、こんなもう一個の、もう一個バージョン、うん、梅と、梅のなんかわさび入ってんね、これ確かにわさび入ってそうな色してますね、うん、なんかちょっと大人な稲荷な感じ、一気食べても辛くない、うん、うん、全然辛くない、え、もう全然そうだった、うん、一気やのわさびな、うん、大人の、うん、大人の稲荷やろ、あとこれわさびがバーってきていいよね、うん、うまいね、多分本店が南森町やって、はいはい、でなんかこう支店みたいな感じでいろんな店舗が入ってんだけど、今回はまあ長堀、クリスタ長堀ってとこで買ってんけど、そういろんなとか具材のバージョンもあるし、これなかなか、うん、これはさすがに一口じゃない、これちょっと難しいよな、ボロっとくるよなこれはね、そぼろ的でボロっておもろい、うん、今だった、不意打ち食らいましたね今今言うやん
やと思って。そうやろ、びっくりしましたよ、うん、今言うとかなんだ。もうタイミング逃せやなんかひたすらアンジェラお稲荷さん食べて、うん、食べてますね。どんだけお腹空いてたんやろうかっていうぐらいお腹空いてますよ。お腹空いてんだ。コロッケ買ってきてんの、ね、そうそう、コロッケ買ってて車の中もうコロッケ屋さんやったもんな、うん、なあ。でちょうどさ、もう後ろやからね、まともなのよ。で私ほらいつも運転や、うん、で運転しながら永原さんがどこに釣ろう言うから、ちょうどこの運転席のこの後ろの席のここにちょっとかけるところがあるね。で、ちょっと窓開けますねって言うから、窓開けた瞬間、ふわーってコロッケーここですみたいな。コロッケ感満載の、あの車の中で帰ってきたんで。ねえね、うん、あの、一番に食べてへんし。ほんまに、こんだけコロッケ言うといてんな、最初に。いや、こんだけ。でもサクサクしてるわ、と思うわ。なあ。うん、ちょっとほんなコロッケ行こっか、うん、行きたいわ、コロッケ行ってみるわ。どんだけコロッケのなあれしてたの、お金ちょうど払ってんな、やこっちがね、ちょうどじゃないノーマルのコロッケ、はい、そうそう、ノーマルコロッケチーズと、あ、まだサクって言ってるよ、いい感じやね、食べよう、うん、なんかやっぱりお肉屋さんのコロッケやからあれやな、はい、肉ちゃんと入ってるわ。おだってもう終わった時に、うん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 、見えてる、うん、美味しい。あの冷めてこれなら、冷めてこれやったら美味しいよな、うん、揚げたてもっと美味しいかもしれない、うん、なコロッケってよ、ほら学校帰りに食べたわ。何そんななかった、食べました。絶対にな、学校の帰りにな、あそこすこねんな、そうですよね、早弁とかしてしまうやろ。でもすぐ食べてまうんで、このコロッケが揚げたてが安いんやですよね、なんかしかもいい匂いで、そうやね今は高いで、今はな、昔は20円とかさ、うん、そんなことやったよ、うん、あったあった。でそこにちくわの天ぷらとか、天ぷらも揚げてて、うんうんうん、私らの時、うん、もうほんま10円20円の話やから、ごめんなさい、うちまだ80円とかの時代なんで、そうか、うん、だってコロッケでも、うん、もう50円とかそんな85円とかいうの高いと思うもん、うん、いやでも食べて納得するけど、うんうん、時代やな、時代やな、時代を感じるな。そうですね、値上がりしてきたこの時代、いやほんま値上がりやめてほしいわ、うん、もう何あの電気代とか やばいよな、そうですね、多分あのご覧の皆さんも電気代すごない、もうびっくり、うん、なんかでもこないな、うん、もうめっちゃ節約しよう思って、でうち下のなお部屋のところにカーペット2つあんねんな、はい、ちっちゃい、まあ、1畳用の2畳って1畳1畳引いてん、はい、で一応あの電気でぬくもるストーブもあるんやけど、でも暖房もあんねんけど、はい、もうこれは節約やと、はい、これは節約しかないなと思って、カーペット1枚で頑張ろう思ってもうめっちゃ寒いねもうここしかない、もうなんかうわもうでも無理やね、手もな寒い、もうかじかんでくんね、でもお尻にこうやって引いてさもう何分頑張れるかな思ってさ、やっぱ30分ぐらいはいかなあかんな思ったけど、もう10分で沈没した、無理やった、この辺が冷た、寒いですもんね、うん、めっちゃやっぱり今年もそうやけど、去年のやっぱ冬から今、うん、今年今にかけて寒かった、ね、やっぱ寒い、やっぱそうですよね、めちゃくちゃ寒い、まあまあお腹膨らんできたけど、うん、ちょっと焼き鳥行きます、焼き鳥ちょっと味見しよう、これ行こう、これはモモのはずや、じゃあな、うん、その横がネギやから、そうやな、うん、じゃあうちもモモにしてモモ、うんうん、いただきます、うん、ほな一緒にしまうでしょ、うん、ネギがなんでこんなに良くて5本に、うん、あ、後で食べようまたまたみんなおらんになったらな、一人やろ、うん、夜になるとね、この飲み物が変わるわけね今までちょっと明るい、透明やから、ね、やまだそうですね、まあ、明るいね、うん、夜になるとね、夜になったね、これがちょっと、ね、ちょっと色が全然違う色、ね、ぴったしですよね、うん、そういう飲み物と、うん、うん、美味しいですね、この焼き鳥、うん、美味しい、これあかんねんって、こうやってやったら、うん、あの焼き鳥屋さんで、あかんねん、じゃあやってたな、やってた、何かな今ね、今思うねん、やってから言いましたよ、やってから言うとんだこれはね、飲み物変えたいですね、変えたいやろ、さえちゃんも飲むねん、飲むやん、みんな飲むところじゃなかったやんか、お前、そうや、打ち上げでめっちゃ飲んでた、日本酒も飲んでたやん、あんちゃん負けてたやん、あれアンチ、なんで飲まれへんかった、あの車、あ、車で運転やったんか、いや、そっか、せやせやせや、日本酒飲んでたの、あれ美味しい日本酒やったな、美味しかったです、あれはあのもうラベル見て美味しそうやなと思ったもん、うん、
だからうちがね、うん、浅田さんの代わりにいただく。そうやん。いや確かに全然変わらんのよ、飲んでも顔変わらないですよ、ほんと。みんな食べ終わったら言うてな、うん、あの特別なデザート、うん、用意してるんで。そうですね、うん、あのすごいわーってな、楽しみです、うん、もうはっちゃんってって言って思うと思うね。楽しみしてる、うん、だってそれも含めて の1万円。そうですね、今日の企画は。すごいな。いやすごいで、うん、いやもうやっぱそれは最後はやっぱりなビシッと決めとかなんかんや。そうですよ、やっぱりデザートまで完璧やなっていう。あ楽しみだ、早く食べよう、うん、持ってこうか、なんならあ、はい、ちょっとしたら持ってこうか、行ってこうか、はい、まだ知らないんで中身。そうやろ、だって、はい、あのこそっと買ったの。そうですよね、こそっと買った。サプライズ、嬉しいです。サプライズ大好きやから。いやありがとうございます、うん、あのカメラ止めて食べておいてください。あ、わかりました、はい、いただきます。じゃあ行ってきます、バイバイ。みんな行くで。あ、もうあの置かへんかったらあかん思ってちょっと机の上きれいにした。はい、いいですか。うん、いいよ、楽しみだ。すいません、じゃあのデザートをお持ちいたしました。はいはい、今日のさえちゃんお誕生日ということですかね。はい、そうです。なのでご用意させていただきました。わあ、どうぞ。さえラブ。どうぞどうぞ。あの今日の、メニューの最後のデザートでございまして、はい、今回は、はい、残ったのが、はい、これしか買えませんでした。すいません、サイちゃんだけですか。はい、一応見たことある感じですよね。あ、これね、はい、あのまあまあ、 あの出回ってる商品でございまして。そうですね、はい、私、はい、最終的に残ったお金が、はい、これだけということで、はい、今日は失礼させていただきまして、はい、こちら、あ、どうぞ。何ですか、商品名。これはあのジロルチョコでございまして、あのこれしか壊れんかって。もうだって数えたらな、もうほらこれやろ、残ってんの分だけやん、もう、はい、2個無理やった、2個無理やった。私どうも、じゃあもう1個なんかな。A4 はな、24円やってんやんか。せけどな、24円買うたらな、足らんねえ。だからもう1個しか買われへんかって、ごめんやで、うん、なんかあのほら愛情をね、ほらやっぱり、うん、取ってくれてるやん。そらせ、そらせ、やっぱり一応、うん、もうそんなもん、今も下でものすごいあの書いてきたんや、チョコレートで。すごいですよ、これ。この3回ぐらい失敗してんやんか。あ、そうなんですか。あれ、そんなチョコレート用あったやんか、ね、家に。これせね、あの家にな、あの前にほらあのいろんな商品ちょっと作るのにな、はい、デザートのちょっと勉強しとった。ちょっとチョコレートがあったから、別にチョコレート舐めろとか言えへんから、大丈夫大丈夫。そうそう、ベロあのフォークナイフなしで、もうそのまま、もうあのこのままあの、はい、一口サイズなので、あの今のほら一口サイズのお稲荷さん食べて一口サイズのデザートということで、これで締めると、はい、そういう感じでございまして、じゃあありがとうございます。それではいただきます。もう一口とかな、あのな、ちょっとパキッと割って舐めさせてもらって舐めようか。二人で舐めよう。ちょっとラップ、はい、美味しいデザート、残りには福があるということで、はいはい、今回この1万円お買い物ツアー、楽しませていただきました。また第2弾はあるかどうかは分かりませんが、でもすごくいい買い物ができたということで、また、はい、これを機に、はい、よろしくお願いします。第2弾も第2弾あったら、あったらあのデザート食べたい。はい、では終了。ありがとうございました。美味しかったです。はい。